それは知恵たち家族11年間の物語。悪性、ごめん。僕の愛する女性はがん患者となった。産むことにした。花、その前にちょって、ね、いい花、お味噌汁は作れるようになっときいいね。それさえできりゃなんとか生きていけるけん。ちゃんと食べる、ちゃんと作る。結婚します、したいです。こんだけ全身に転移しとっとに、花の言葉考えるだけで平気になるとやけん。ママは花とずっと一緒におる。これは私たちをつなぐ美味しくてあったかい記憶。やったー！しっかり覚えててね。花ちゃんの味噌汁。